はい、続きからやっていきましょう。ちょっと一回ねクリックミスってしちゃったので次進んじゃいましたけど、ね、読んでいきましょう。四郎が関わった高藤一家の殺人事件は、殺人事件に慣れた刑事たちでも目を覆いたくなるほどの悲惨な事件だった。これが前回の最後見たとこですね。高藤信也は椅子に縛り付けられ、散々殴られた挙句何箇所も刺されて絶命。高藤信也の妻涼子はレイプされ、虐待され、虫の息で発見された。そして二人の愛娘光は床に頭から叩きつけられた状態で死んでいた。殺人現場に行っても滅多なことでは動揺しなくなった四郎だが失礼。この事件の残忍さには食事が喉を通らなくなるほど激しい憤りを覚えた。近所の聞き込みで高藤夫妻がとても人柄が良かったことが分かったから、なおさら許せなかった。人がこれほどまでに残虐になれること、そのことに絶望すら感じた。特にまだ1歳になったばかりの光の遺体写真を見たときは、どうかこれをやった犯人が鬼とかロボットとか人間以外の生き物であってほしいと願ったほどだ。そんなことを信じる年ではないのは分かっていても、犯人が人間じゃないと誰かに言ってもらえたなら少しは安堵できたのかもしれない。そうすれば人間はそんなに残虐にはなれないと思うことができる。以前のようにどんな人間にも一かけらの良心と正しく生きようとする心が残っているのだと信じることができる。発露されることのない憤りがまざまざと蘇ってきて、四郎は苦しくなりノートを閉じた。しかも解決的品っていうのはちょっと言ってるね。犯人はまだ捕まっていない。複数犯であることは分かっているが、覆面と手袋と着用で犯行に及んでいるため手がかりがほとんど残っていなかった。 DNA、 そっか、前科ないと登録されへんのか。ただ犯人の DNA は見つかっていて、犯人に目星さえつけられれば確実に逮捕できるのだ。 DNA、 奥さん、そういうことやんな。だが四郎たちは犯人の見当さえつけられていない。一家と高藤一家は共通点がなく、通り魔的な犯行だと思われている。通り魔だからこそ犯人への手がかりが少ない。今は考えないようにしよう。考えが逸れてしまったことを重々しく思って四郎は自分をたしなめる。今は時間がないから、少年が殺されるに至ったその動機を調べることにことを優先しなければいけない。タンス？タンスを調べてみる。3段ある引き出しを上から順に開けていって、中身を全て調べてみても洋服しか入っていなかった。何もないか。棚をきちんと閉じて四郎は立ち上がった。いろいろもう一回見てみる。さて、もう一度机の上とその周辺を調べてみることにした。さっきは調べなかったマグカップの下の雑誌を調べてみることにした。マグカップを持ち上げ、下に置いてあった雑誌を手に取る。どうやらネット関連の雑誌らしい。パラパラと斜め読みして、四郎は驚かされた。おいおい、これ違法だろ。雑誌には有料のゲームや音楽を無料でダウンロードする方法が書かれていた。あるよね、なんか500円とか1000円ぐらいで売ってない？それらが法律で取り締められていることを、ことは言うまでもない。こんなものを堂々と雑誌に載せるとはな。怒りを通り越して、四郎は呆れ返ったが、今はそれに構っている暇はない。雑誌には特に情報らしい情報は載っていなかったので、閉じようとしたが、最後のページの隅に走り書きがされていることに気がつき、
ページをめくる手を止める。ワイドウ、あーニコ動みたいな感じってことか。 ID とパスワードかな。シローには全く意味がわからない内容だった。なんだこれ、暗号か。事件とは無関係だと思いつつも一応手帳に書き留めておいた。もう一回じゃあ本棚見る。これはもう調べたな。なさそうか。じゃあタンス、部屋を出る前にもう一度タンスの中身を調べることにした。ん？3段目の棚を開けるとさっきは見落としていたことに気づいた。折りたたまれた洋服の一番下にカーディガンが入っていたのだ。淡いピンク色のカーディガンで胸元にアップリケが縫い付けられている。色合いからしてわかるように明らかに女性のもので、奇妙なことにその一着だけ丁寧に折りたたまれビニール袋に入れられていた。なんで女物が？一瞬奇妙に思ったが、よくよく考えればそれほど不自然なことじゃない。恋人がいて彼女が忘れていったものを預かっているとも考えられない。まるで記念品のような保存方法に少し違和感を感じないでもないが、違和感は他にもあった。シローはそのカーディガンに見覚えがあるような気がしたのだ。シンプルなカーディガンだ。だから似たような服を着ていた女性を街中で見かけてそれを記憶していただけとも考えられる。考えられるのだが、そう納得しようとしても何かが頭の隅に引っかかっていた。直感がそれとは違うと警鐘を鳴らしているようにも思えた。念のために写真を撮っておく。シローは携帯を取り出し、特徴的なカーディガンのアップリケを取って保存した。もう一回見る？じゃあ机の上。ないか。OK。出よう。見落としはないな。おい！ごめん、ちょっとスクロールしちゃった。扉の前に立って部屋を見渡す。見落としはないから部屋を出る。もう一度確かめる。もうないよね。大丈夫だよね。署へ戻ろう。シローは父親に頭を下げ、後にした。家を後にした。もう読まなくなったね。署に戻ったシローは、少年の家から持ち帰った情報をどう分析していいか分からず途方に暮れていた。ルイと話をしたくとも捜査権はすでにお偉い方に奪われ、シローは取り調べ室から締め出されている。ルイが話をしたいと誰かに頼んだところで却下されることは目に見えていた。ただ伝え聞いた話ではルイは未だに黙秘を続けているという。動機はおるか名前すら名乗らず、対面した捜査員たちは困惑しているのだそうだ。デスクに戻って手帳に書き写した謎の文字を眺めていると、不意に声をかけられた。何を見てるんだ？ああ、鈴江さん。気がつけば、鈴江が手帳を覗き込んでいた。これなんだ？さっき、被害者の部屋を調べてきたんですけど、こんな文字が雑誌の隅に書いてあったんです。何ですかね、これ。暗号だと思いますか？鈴江はまずいことを聞いたと思ったのか、しかめつらになった。被害者の部屋を見てきたって、おいおい、勝手に入ってよかったのか。いいんじゃないですか。だって村上さんにちゃんと被害者宅に聞き込みに行くって言いましたし。それは聞き込みであって部屋を調べることは別だろう。ちゃんと手袋もしたし、何も持ち帰ってませんよ。それに被害者の部屋に入っちゃいけないとも言われてないし。小学生かお前は。しれっとへりくつをこねると、鈴江は巻き込まれたくなかったのか、それ以上追求してくることはなかった。おそらくは事態が発覚したとき、聞かなかったふりを決め込むためだろう。そんなことよりも、この暗号ですよ。これ、何だと思います？シローは手帳を鈴江の目の高さに上げる。鈴江は手帳を受け取り、ずり下がった眼鏡を持ち上げる。さあな、よくはわからんが、何かひらめいたのか、鈴江は少し目を見開いた。もしかして、一番上のやつは、ん？このワイドウってもしかして、誘導画のことじゃないか？
言う。この動画が上がってるとこじゃないか。言う動画ってあれですか？素人が自分で作った動画を投稿するっていう。すいませんね。そうだよ、別に投稿するのが素人だけとは限らんがな。もしかしてお前言う動画を見たことがないのか？ありますよ。最近じゃ衝撃映像とか言って言う動画の映像をそのままテレビで流したりするでしょ。あれやだよね。まあ自主的に見ることは少ないですけど、これがもし言う動画だのことだとすると、その下のはパスワードとアカウント名じゃないか。鈴江の話を聞いて、シロももしかしたらそうなのかもしれないと思えてきた。雑誌に書くなよな。急いでパソコンを起動させたのだが、一緒に調べるのだろうと思っていた鈴江は、その間にどっかへ逃げようとしている。あ、ちょっと待ってくださいよ。どこ行くんですか？小腹が空いたからちょっとコンビニに。鈴江は言い訳めいたことを口にするが、100% 面倒なことに関わらないための逃亡だろう。言う動画のことはよくわからないんで、ナビお願いします。スーツを引っ張るな。シワになるだろう。鈴江を無理やり引き止めて、シロウは言う動画にアクセスした。パスワードはどこに打ち込めばいいんですか？ほらこれだよ。こんなのわざわざ俺に聞かなくても、サイトを探せば見つけられるだろう。でも、鈴江ナビを使った方が早いんで。先輩をナビ代わりに使うとは。シロは教えられた場所にパスワードとアカウント名を打ち込み、エンターキーを押す。画面が切り替わり、アカウントを持った人のプロフィールといくつかの動画が現れた。お、アクセスできた。鈴江さんの推理当たってましたね。ということは、これは、何森やったっけ？あつ森じゃないよね。投稿した動画かな。動画には興味がなかったが、このアカウントを使っていたのが少年だという確信はなかったから、確かめるには素人は再生ボタンを押してみた。だが、動画は再生されず、しばらくして、この動画は削除されました、という文字が表示された。この辺はニコニコ動画だね。素人は肩を落とす。なんだ、削除されてしまったのか。もう見られないってことですか？ここではな。でも、一応投稿された動画はコピーされて他の場所で見られたりすることもあるから、探してみたらどうだ？探すってどうすればいいんですか？動画のタイトルで検索してみればいいんじゃないか？なるほど、助かります。さすが鈴江ナビですね。だからナビ代わりに使うなと。題名を検索してみると意外にも多くのヒットがあった。その中の一つをクリックして、サイトの中央に動画を見つけることができたので、シロウは再生ボタンを押した。一回見たことある部屋が出てきましたね。動画はどっかの部屋の中で始まった。室内は薄暗く、物の輪郭をつかむのがやっとだった。暗い上に映像は不鮮明で画質が悪い。一応家具の輪郭は見えるが、置いてあるものは少なく、生活感が感じられなかった。画面上に少年の顔が現れた。顔といっても、顎から下だけだ。うまく角度を調節して、顔全体が映らないようにしているようだった。だが、被害者の写真を見た素人には、顔の下半分だけでも、それが少年だと判別できた。はい、皆様、お久しぶりです。ツッキーです。まるで友人へ送ったビデオレターのように、少年の口調は軽い。今日は着物のシリーズ第2弾ということで、仲間と一緒に出会うって噂の場所にやってきました。画面が少年の後ろに向けられる。そこにも2人の少年が立っていて、カメラは2人の顔が見えないように体だけを映していた。友人ということは、この2人も今回の殺人事件の被害者かもしれない。顔が映っていないので確かめようがないが、その可能性は十分あり得ると思った。ここは、一家残殺事件が起こったという曰く付きの場所です。ここはリビングですね。見えますでしょうか？カメラが動き、リビングを左から右へゆっくりと映していった。薄暗さと質の悪さで、昼なのか夜なのかもわからなかったが、窓が映ったことで時間帯を推測することができた。夜のリビングには街灯の光なのか、それとも月明かりなのか、弱々しい光が窓から差し込んでいる。
一家は心でくつろいでいたところを襲われたらしいです。キッチン、食卓、リビングでまとめられたどこにでもありそうな部屋だった。昼間、窓から差し込む光があったならば家族的な空間だったはず。その模範的な作りのためか見覚えがあるような気がしてしまう。今のところまだ幽霊は出てきませんね。はい、それじゃあ他の部屋に行きたいと思います。画面はリビングを出て廊下を進んでいく。動画に音楽はなく、3人の会話と足跡、カメラを動かす時になるカチャカチャという音だけで進行していた。なんだ、普通の動画じゃないか。結局気になって動画を見てしまった鈴江が不思議そうに言った。なんで削除されたんだろうな。俺はてっきり法とか著作権に触れて削除されたんだろうと思ったんだが。削除されたのって全部そういうのなんですか？いや、そうとも限らないけど、投稿者本人が消す場合もあるしな。そんな会話をしている間に少年たちは寝室に入っていった。はい、ここが犯行現場となった寝室ですね。一家の旦那さんはここでめった刺しにされ、奥さんはそんな旦那さんの隣でやられちゃったそうです。それまで何となしに動画を見ていた四郎だったが、その言葉には不快感がこみ上げてきた。これ何が楽しいんでしょうね。そうな、少なくとも俺たちは楽しくないな。俺もだ。鈴江も四郎と同じ感覚を抱いたようで、不快感に眉を潜めていた。少年はさっきリビングでそうしたように寝室を見回すようにゆっくり映した。幽霊出ないかな。ここで一家が惨殺されたという話が単なる都市伝説だったとしても、人が殺された話をおちゃらけた口調で言うべきではないし、真実だったとしたら言語道断だ。年齢や人生観に関係なく、人には守らなければならない最低限の倫理があるはず。まあここで怒ってもしょうがないか。シロは画面を見続けることに飽きてきて背もたれに体重を預けた。まだ一応画面からは目を離してはいないものの、集中力を失っていた。被害者の少年たちの人柄を知ることで何かの手がかりになるのかもしれないと思った。確かに少年の人柄の一端を知ることはできたが、もう手がかりになることは思えない、なるとは思えない。動画を止めようかとも思ったが、マウスに手を伸ばして思いとどまった。せっかくここまで見たのだから、どうせなら最後まで見てしまおう。画面にまた少年の顔を下半分が映る。何も出ないまたやし、じゃあ次は子供部屋に行ってみようか。少年たちは廊下に出て移動を始めた。迷いのない足取りだ。初めて来た家の子供部屋がよくわかるな。かすかな違和感を感じた。シロはその違和感の正体を探って一つの疑問に行き当たった。鈴江さん、ちょっとこれおかしくないですか？ん？どこがだ？動画に興味を失ってコーヒーをすすっていた鈴江が再び画面に目を向ける。建物の中が綺麗すぎるでしょ。俺はてっきり廃屋で肝試しをしているんだと思っていましたけど。鈴江はメガネの位置を調節して画面を食い入るように見つめる。ああ、そうだな。俺も廃屋だと思っていたけど、確かにここは綺麗すぎる。暗くてよく見えなかったから気づかなかったよ。気を試して言うから廃屋に侵入したのかと思っていたが、彼らが入り込んだ場所は壁も床板も綺麗なままで、物が散乱している様子もなかった。最近の建物であれ廃墟であれ、所有者がいればそれは不法侵入にあたる。不良たちが放置され管理者が誰かわからなくなった家に入り込むことはよくあるが、この様子だとまだ新しい家屋に侵入したようだった。違和感はまだ他にもあった。ただそちらは未だに正体をつかめない。ここが子供部屋です。おどけた口調で少年の友達が言う。シロは違和感の正体を確かめるために画面に顔を近づけた。だが少年たちがいざ子供部屋に入っていこうとしたその瞬間、映像が途切れた。あれ？
黒の画面に再生待ちのボタンが表示される。シローは唖然とした。なんだ、中途半端な終わり方だな。動画が長くなったからいくつかに分けたんじゃないのか。多分パート2があるはずだから、気になるならそっちも探してみたらどうだ。昔の YouTube はね、いやいいか、10分15分かまでしか投稿できなかったしね。なるほど、鈴江がナビをしてくれるからネット音痴のシローも助かる。動画の下にコメント欄があった。シローはサイトの下にスクロールさせて、閲覧者が書き込んだコメントを読んでみた。ごめんね、カミカミで。めっちゃ噛むんだけど。本当にあった怖すぎる話。これは2ちゃんみたいだね。なんだこのクソ動画、まだ消えてなかったのか。これ撮ったやつ、最低のクズだな。警察はさっさとこいつは逮捕しろよ。え？辛辣な書き込みが目立つ。投稿者が一方的に非難されていた。シローは逮捕しろの書き込みに目を引きつけられた。なんでこんなに批判されているんでしょうか。さあな、わからん。大した動画じゃないと思うんだが、鈴江にもわからないらしい。さらに画面を下にスクロールさせると、ある一文がシローの目を釘付けにした。はい、ということで、一旦切ります。ご視聴いただきありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。